ははいいこんにちは熱帯植物栽培から杉山ですすどうぞよろししくお願いします今回なんですけど今回なんですけどえっとねこれをやっておかなきゃダメだなと思ったんですよこれこちらジアンソテツの中でも熱帯ソテツ熱帯フロリダソテツの仲間んなんだソテツって言ったじゃん いや、そうなんですけど、熱帯フロリダソテツの仲間っていうのはザミアって言われるものだったりするんですよ。その説明をしていこうかなと思います。で、あの、そ、まあ、今回はソテツ初めてなので、まあ、日本のソテツとか、ま、そういうサイカスって言われてるもんなんだよね。サイカス類とザミアって、ザミアだとか、まあ、セラトザミアだとか、エンセパラルトスだとか、ディオーンだとか、ま、いろいろあるんだ。まあね、こう分けよ サイカス、えー、こっちは、こっち、みたいな。<laughs> 熱帯フロリダソテツの仲間、みたいな。そういうふうにまず分ける。ね。<laughs> 日本にあるソテツまずサイカスの方、サイカスの方サイカスのほう。で、サイカスって言われて、まあ中国とかにも生えてたり、まああと、タイとかにも生えてるかな。ね、あのー、まあ熱帯の、まあもう分布域広いじゃん、みたいな、な、ね、なってるかもしれない。ね。でも、サイカスレボリュータ。これね、サイカスレボリュータ。これ、皆さん見たことあるいたいたよね。でもかっこいいよね。 ソテツって、かっこいいよね。はい。<laughs> で、こういったものから、あとは、その、例えば、ザミアって言われてる、これ、葉っぱ。わお。これ、あのー、セラトザミアっていうやつで、ちょっとあのー、特殊なやつなんですけども、なんでこれ、違いがあるかっていうと、一番の違いね。まず、どこで見分けるのサイカスとザミア、あのー、どこで見分けるんですかもうすっごい簡単に言うよ。葉脈があるかないか。 見て葉脈ないでしょないいででししょょ中央に葉脈があるかないかなんですよでこっちさちょっとねこっちのこれねあサイカスのデバオエンシスってやつなんだけどよく見て中央にさまずスッと1本線書いてるこれがあるかないかでまずはあサイカスなのこっちソテツなソテツなんだっつってあこっちは熱帯フロリダソテツの仲間なんだみたいなっていうのでまず見てください ね、まずそこが分かればいいまずそこが分かってくれればいいでね、あのーま、ず例えばメキシコ広場ソテツだとかさ言われてるやつあるじゃん、ね、そういうのとか、あのー、あとは遠征ファラルトスってね、あのー、ワシントン条約にかかってるやつとかもあるんだけどそういったものがどちらかといったらそっちの系統になる、ね、その違いがまず分かってほしいで今回ソテツを再起ですねザミアの方をちょっと説明していくんだけどまあ あのざっくりと説明しますだからあの僕が必ずこれ正しいよっていうわけではないのでそこだけよろしくお願いします僕がざっくりと説明するからねでまずなんですけどソテツソテツって育てたいんですけどなんかあのちょっとよく分かりませんっつって、まあ、でしょうねっつって僕も育てててもうーんっていううんっていう感じなんでかっていうと葉っぱが出てくるのが遅いんだ 例えばさ、葉っぱをね、切ってしまえば、ばって出てくるよ、出てくるけど、切らないと、もうそのまま、うん、いいです、うちはもうこのままでいいですって言って、あ、本当にね、何年も葉っぱが出てこないやつなんて、普通にあるんです。だから、ソテツ、まずね、ザミアだとか、ね、あのー、サイケスでも、あのー、付き合うのであれば、すごい、長い目を見て、 育ててください。その1年で、ガンガン生育したいんですっていう感じ。まあもちろん小さい頃はね、あの、そうかもしれない。あの、早く成長するから、そういう時は、あの、種からやってほしい。だけど、あの、まず、ソテツ使われた方、まず、えっ、ー、と、5年 ?10 年いや、20年 ?30 年の付き合いを覚悟してください。それがソテツなんです。で、ソテツ。じゃあ、どう、ね、どうやったら育つんですかって,言って。ソテツって、基本的には、 あまり肥沃な土地ではなくて、どちらかと言ったら不毛な土地。なんか、歴だったり、じゃりじゃりしたところに生えてるんだよね。これね、なんでかっていうのをちょっと説明していきたい。で、もう一つね、ソテツのすごいところ。ソテツっていうのは、基本的には直根性なんですよ。だから、早く大きくしたい方は、こういうロングポット。ロングポット。こういうもので栽培するといい。でもね、ロングポットで栽培しても環境がいいと、 わーお。<laughs> 出てきちゃうの。出てきちゃう。で、こういうのはもう本当はね、この出てくる前にやらなきゃいけないソテツってやっぱり力強いんだ。だからこういうやつはもう本当申し訳ない。切ってあげよう。申し訳ない。本当ソテツには申し訳ないよ。もうお前さ、だってさ、これ出ちゃったら植え替えできないんだから。でもね、このぐらいロ,ロングポット、ね、長い鉢が好きだっていうのをまず分かったよね。ソテツっていうのは。で、じゃあ、どんな土がいいんですかソテツ。 僕は基本有機質の土は NG ですなぜかって言ったら生えてるところがねジじゃりじゃりした栄養価の少ないところにでもね一つソテツって特徴的な根っこがあるんださっきのさ直根直根性のさギュッとした根っこあるじゃんそれ以外にもう一つあるからこれちょっとね抜いてみようと思う これ、あの、全然植え替えてないよ。で、えっ、ー、と、今回やったのは、カヌマツシ単体でやってるから、全然植え替えてなくて、種このまま巻いてさ、これ取れるかな <laughs> ちょっと待ってね。これで5年ぐらい放ちわー、あったあった。うわー、ちょうどよかった。これよかった。マジか。見れるぞ、見れるぞ。これね、実は、ここの根っこわかるかなちょっと見れるかなこの根っこ。この根っこ。なんか、 普通の根っこってさ、普通根っこって、ちょっと待って、これで、ね、ちょっとほぐしていくよ。ほぐしていくよ。普通根っこって、なんかさ、こういうのが根っこじゃん。これ根っこだと思うでしょ。見て、このなんか集合体の根っこ。これが、ソテツの中でも特徴的な根っこで、サンゴネ、もしくは、えー、コーラルーって言われてるの。わ、な、要はサンゴのような根っこ。これ何かっていうと、これね、 卵巣っていう、あの、光合成細菌なんだけど、それが、この中に、あの、共生してて、で、えっと、空気中の窒素分を与えてあげてるんだよね。わーおこれ豆科の植物とかさ、あったけど、実はソテツでも、すごいよね。じゃあ、ソテツって、じゃあ肥料やらなくても育つんですかって思われた方、まだちょっと待ってだちょっと待って,て。 でね今ね、なんで俺があったあったって言うとさ、ここ見て、ここ見て、本来切らなきゃ見えないんだけど、ちょっと緑っぽくなってるよね。これが、その、卵巣って呼ばれてる、まあ、も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 みたいなもんかな。それの、光合、ね、光合成細菌、そんな、まあ、細菌の、本当は切ると緑っぽく出るんだよ。でもね、これね、あの、べたってくっついてるところだから、ほら、ここ、こういう根っこ、これが、ね、 ソテツの特徴なんですだからこの2つの根っこがあるよっていうのを覚えてで肥料をもらえてないと特に出やすいからね <laughs> だってさお腹空すいてたもんすいません私頑張って何もないこの荒れた土地で生えてるんです栄養ももらえませんどなたかどなたかっつって言ったら卵巣があのすごい小さいバ,バクテリアだと思ってね どうもっつって。<laughs> あ、いい、いいですかつって。いいですかここに、あの、住み着いちゃって。あの、あの、僕、あの、ここ住み着く代わりに、あの、空気中の窒素分あげますって。あ、いいですかもらえないですかその代わりなんですけど、ちょっとあの、蘇鉄さんの、ちょっと栄養を少し分けてもらっていいですかみたいな。そんな根っこらしいんですよ。<laughs> 簡単に説明するとね。<laughs> はい。なんで、あの、まず、それで育つっていうね、あの、何もないところでも頑張れるよっていうのが分かったと思うんですよ。で、その次。 ね、じゃあ、ソテツって、本当に、肥料いらないの思うでしょ実は、本当に大きくさせたいんだったら、ソテツ、めちゃめちゃ肥料あげた方が、すぐでかくなります。この玉、玉が、すぐでかくなる。これ。 ね、ロングポットでギューンって下に伸ばせてあげるのとプラスアルファ肥料をグンってやるとここの玉ギューンってでかくなりますなぜかというとこれねあの中のこれってあのこの玉って結構澱粉の塊だったりするんで要はそんだけ代謝を上げてあげ,あげたりして溜め込む性質があるんですよで大きく育てたくないよっていう人はもう肥料を上げなくてゆっくり育て,育てればいいで肥料をしっかり上げるとこんだけ葉っぱがバサバサってつくけど肥料をあまり与えないと葉っぱが1本2本だったりもう本当に少ない本数で出てくるしあの 葉っぱが出てくるあの回数も1年に、まあ、例えば肥料しっかりやってたら早い段階だったら1年に2回とか3回展開する場合があるんだけど基本的には1年に1回もしくは2年に1回とかそんなレベルになりますよろしくお願いしますでね今ちょっとこれでソテツ育ててみたくなりましたっつってなるでしょソテツなったなった育ててみたくなったでね今今時期とかだったらもしかしたらソテツあの種とか売ってるかもしれないで売ってたら例えばこういう風にさ こういうふうにザミアの種とか、例えば、あの、フロリダソテツの種とかね、あの、フロリダーナの、あの、種とか売ってたりするから、その種の巻き方まで今回説明し,して、で、どういうところに気をつけなきゃいけないかっていうのを紹介したいと思います。で、まず、用意していただくのは、ラングパッド。ラングパットに、カヌマ単体。これ、あの、鉢底石も入れてません。もう、カヌマ単体でしっかり濡らしてください。それに、このね、一番わかりやすい、このザ,ザミアのフロリダーナ、これ、あの、 でね、ソテツね、一個だけ気をつけてほしいのが、ソテツっていうのは、その、動物たちに対して、その、あのい、犬や猫に対して、ちょっと毒性が確認されてるんですよ。ただし、ザミアに関してはね、僕今調べてるんだけど、申し訳ない。まだ見つかってなくて、あの、ただ、一応、同じ、採血ではないけど、ソテツ類なので、まあ、気をつけてください。ペット飼ってる方は気をつけてください。で、この種ね、を、えー、っとね、 横にしてください。横にして。縦にするんじゃなくて、要はね、おへそとお尻があるんですよ。おへそとお尻があるんですね。お尻を横にしていただいて、横にあとこうね、半分ぐらい埋めるだけ。これだけです。1、2、3、4、5。はい、こんな感じ。こんな感じ。これで終わり。めちゃめちゃ簡単でしょで、ここからは、実は、すごい時間かかります。<laughs> 早ければ、 種が成熟して早ければ約1ヶ月ぐらいで芽が出てきます。1ヶ月ぐらいで水を吸ってね。で、その間に水絶対乾かさないようにしてください。なので、あの、腰水管理、僕はあんまり好きじゃないけど、腰水管理でもいいですし、水あの乾いたら水しっかりやっていただいて、乾かないようにしていただいて、あとはね、あの、ラップかなんかで蓋をしていただいてもいいよ。僕はそういう形でも全然いいと思うけど、まあ僕はね、基本的にあの、えっと、 腐っちゃうのののが嫌なんでこのまままの管理にしますあ基本はこのまま水を乾燥させないようにしてこのままの管理にします。で種があのね今回そのソテツの種子っていうのは基本的にはじ受精してなくてもこういうああののなんかあの未成熟なものでもこういうのがあったりするんですよだから半年待っても出てこなければ基本的にそれ腐ってると思ってください。で腐ってるの合図はのはこ 皮,ね、皮,皮の部分が黒い点々がついてきます。それカビてるんですけど黒カビが生えてくるともう腐ってる証拠青カビだったり黒カビが出たらもうその種っていうのは基本的には成熟してないんで抜いてあげてください。でこのまま育てていくとあの。 1>, えっと1ヶ月で長くて半年ぐらいかかる実はねサイカスでも僕はあのサイカスのディバオエンシザとか、えー、っとムルティピンナータだとかあ、えー、っといろいろまいたことあるんだけどこのムルティピンナータだけは同じ1月にまいてだよ中国から種が来て1月にまいて発芽したの半年後だよ。 <laughs> びっくりしたもん。でねこれねあのー、ソテツの種って結局追熟が必要だったりするんですよだけどあのー、追熟が必要なやつもある。特に大きい系のののやつはねなんかあのあのー 二ヶ月とヶ月か2ヶ月寝かしてからやった方が発芽が早いってかって言われるんですよで一応ね僕はこのままでもだ大丈夫だと思うのであの今回ザミヤに関して小さい種子のザミヤに関してはあのー、なるべくフレッシュなうちにまいた方がいいんで追熟しないでこのまままいてくださいはいこういう形でまいていただければ、まあ、あとはね発芽してきてむくっと出てきて最初は根っこがちょこんと出てきますでそこからぐぐぐぐでって根っこが下まで戻ってってってそこからまたあの玉ができてくるんでまあまああの半年ぐらいではもう葉っぱが出てくると思いますはいそんな 感じでででねね楽しんいいただければと思いますソテツのいいところって何かっていうとすごく長く楽しめるね長く楽しめるからあの植物さ集めすぎた人たちってさあのもう今日は水やらなきゃいけない今日は水やりにあ肥料肥料あ虫虫みたいな感じになるでしょ、ね、そういう風にならないあの意外とね害虫も少ないだけど 春、今からね、5月ぐらいから、一番ソテツで気をつけてほしいやつが、今までは九州ぐらいにしかいなかったやつが、だんだん北上してきて、今関東ぐらいまでも確認されてるね、えー、黒まだら、ソテツしじみっていう、あのー、まあ、ガ、ガールインがいるんだよね。そいつがさ、ソテツのこの、この中心部分にさ、あのー、この中心部分に植え、あのー、卵を産んでさ、もうバリバリ食ってっちゃうんだよね。それに食われちゃうと、成長点食われちゃうと、ちょっときつい。 枯れちゃうから、それだけ気をつけて。あとはね、貝殻虫。貝殻虫はね、どうつくかって言うとね、これちょうどあったから、あの、ほら、もう、歯裏のね、こう、後ろに白ついてるでしょ、ね。貝殻虫ついてるでしょ。もう、こう、こうなっちゃう。まあ、貝殻虫も、うんとね、葉っぱについてる部分はまだいいんですけど、葉っぱじゃなくて、このね、玉のね、中心部分についちゃうと、もうどうにもなんない。本当に、すごいことになるから、そこだけ気をつけてください。はい。でね、 あのー、あ、で、さっき、さっきのやつ、さっきのやつね。これ、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 これこれごめんごめんごめんこれ。これね、植え替えるときは、基本的には先ほどのよりも、長いポットで植え替えてほしい。これ。このぐらいのポットで。ね。あのー、で、玉は植え,植えるのか植えないのかっていう話なんだけど、僕はね、大きくしたい方は、半分ぐらいまで埋めてた方がいいです。 でもうこのサイズでいいよって言ったらもう、ね、完璧に出しちゃってあげてでこの、えー、とさっき言ったねコーラルサンゴネって言われるものこれね、えー、と必要ないなと思ったらブチって切っちゃっても大丈夫です。はい、僕はあの植え替える時にあこれ邪魔だなと思ってブチって切ってあの植え替えること全然します。はい、でなんでかってこれあの切ると切ったら必ずだよ必ずだよあの肥料あげてよこれさ今まで補給してくれてた優しい子なんですよ。 あの、カヌマツチ単体で肥料がない中にこんなに大きくしてくれた優しい子なんで、あの、今からは、あのー、 ね、ちゃんとした土に植える。で、これ、あの、僕は素鉄の土は、カヌマ土単体でやられる方もいますし、え僕は無機質のえ赤玉土主体の土を使います。なんでかっていうと、やっぱりゆっくり、ね、早く大きくなって、あの、ゆっくり育っていきたいじゃん。だから、あの、赤玉土主体の土。例えば赤玉土だったら、えっ、ー、と、7、 赤玉土が7、カヌーマ土が1.5、えー、軽イシが1.5ぐらいの土でやっていただければ、あの、ほぼほぼ、えー、大丈夫だと思います。で、あのー、植え替えなくてどうなりますかって言うと、植え替えないと根詰まりするだけなんで、ただこいつらは根詰まりして、あの、ね、厳しい環境であっても、あのー、生きていけるんですよ。すごく超寿命です。なので、あのー、僕はソテツっていうのは、まあ、あの、ペット、 いる方はちょっと気をつけなきゃいけないけどそれ以外の方は本当にね楽しめると思うで光はソテツめちゃめちゃ欲しいですただこの、えー、ザミアの仲間はあのある程度暗くても大丈夫ですただしね伸びるその場合は傭兵めちゃめちゃ伸びるんで気をつけてくださいだからこのぐらいのね僕感じがすごい好きなんでただあとはねこの先端がねちょっと尖ってたりしてあの痛い場合があるんでそこだけ気をつけてねはいでね 種で僕おすすめしたい理由としては例えば通常のメキシコ広場テツってまん丸な葉っぱなんだけどこういうのがたまに出てくるのよで僕メキシコ広場テツ探したんだけどうちこれしかなかったからごめんねこういうのねあ,のあるんですよこういうねわお通常よりもギザギザしてるよねこういう葉っぱが未消すると出てくるこれがソテツの面白さだったりするんですよなので あの、未生の面白さ、種から始める面白さだったり、その、そのものを一個長く楽しんでいくっていうね。で、ソテツの一番綺麗なところ、これ、今、あの、これはね、ちょっと、あの、エンセファラルトスの、あレイマニーってやつなんですけど、あの、一番綺麗なところっていうのは、シンバが展開してきた柔らかい葉っぱの時。ほら、見て。わー今さ、まさにこっから伸びていくよね。で、この時に、 暗いとすっごい伸びちゃうんで、あの、なるべく明るくしてあげて、あの、僕はもう素鉄だったらエンセファラトスとかはもう外で出しちゃってる。直射日光で、この立ち上がってきたら直射日光出してあげるとすごいガチガチに引き締まっていい株,株になるんで、まあそういう感じで考えていただければいいと思います。はい。今回素鉄、あの、ざっくりとやらさせていただきました。ね、あのー、まとめさせていただくと、まず、えー、素鉄っていうのは、えー 不毛な土地ね。結構その、ジャリジャリしたところに生えてて、生育遅いんだよって。生育遅いよね。で、根っこは直根性なんだ。で、でも、あの、肥料をやらなくても、あの、コーラルドリあ、ルート、あの、サンゴネって言われるものが、あの、光合成細、あの、光合成細菌ね、あの、卵巣と一緒になって、あの、空気中の窒素をね、入れてくれるんだってね、いうものだって思ってほしいし、あとは、 1>, ね、1年に1回しか出ない時もあるし肥料意外と好きだよあの本当に大きくしたかったら肥料ガツンとやってみてください、はい、そんな感じで、えー、今日はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました